ジャン君のうちの子記念日とクリスマス、メリークリスマスだそうです。だそうです。ポンちゃんポンちゃん、ポンちゃんポンちゃん呼ばれてはるよ。ポンちゃんポンちゃん、はい、いただき物です。ビヨン、こういうのが出来上がるそうです。これね、へえ、引きにすると組み立て式でした。へえ。そしてこれなんだろうと思ったら、うん、どうもね、これをこうつなぎ合わせてゴムで留めるみたいよ。あー、なるほど。釘とかネジはいりませんって言ったね、はいはい、だから危険はないんだけど、このゴムが劣化した時に、まあ何年後かにね、そんなにいたはどうだろうね、ジャン君とかカジボロボロにするか、あ、板なのか、そうね、合板なんだよね。へ、まあ、それは行く先々の心配なので、うん、一旦これで作ってみます。作るところを動画には撮らないですが、出来上がったところはまた撮りますね、うんうん、よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ジャン君、ジャン君、ジャン君、プレゼントもらったよ。もらったんだよ。そのプレゼントにはポンちゃんのお誕生日とジャン君のうちの子記念日、うちの子記念日なんですよ今日。ジャン君のうちの子記念日とクリスマス、メリークリスマスだそうです。だそうです。メリクリとジャン君、もう何周年、10何周年です。13歳、来年14歳だから、うん、11周年やったんだけど、12周、うちの子記念日12周年、はい、かな、なんかそんなです。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャン君、ちょっと今日急遽お祝いみたいな感じのことをやらなきゃって思うけど難しいな。生配信お父さん一人なんですけど。そうなんですよ。明日は俺はそうか、出かけるんだった。明日出かけるの、そう、明日は一日いないんだよね。そうなんだ。私も明日いないよ。仕事で目黒に呼ばれたよ。あ、そっかそっか。ということでジャン君、よかったね。ジャン君、ジャン君よかったね。ごめんね、お父ちゃんとお母ちゃんはできなくてごめんね。ジャン君かわいい。はい、ちょっとだけ微妙に集まってきたのね、君たち。何ができるのかなっていう感じでしょ。もうすぐできるよ。これは本当にアイデアですね。こう片手でもピッと止められる。作るにはすごく楽でした。はい、簡単に完成しました。こんな状態です。ここも爪研ぎ、ここも爪研ぎ、あとは猫の大好きなちょっとした暗がりね、それから外を、眺めることのできる窓、いい感じじゃないですか。あとはまずはポンちゃんがきっと来てくれるでしょう。はい、狙い通りです。ポンちゃん入りました。ポンちゃんがこうやって試してをしてくれたら、ジャン君も後で入るのね。おや、ジャン君も入りました。いつもより素早く入ったね。ジャン君